こんにちは、鎌田ありさです。今日はクリスマスのデートメイクを紹介します。まずベースメイクは崩れないように作ります。このプリマビスタの下地を使って、これすごい崩れにくい下地なので、朝から夜までメイクしてても大丈夫です。で、ファンデーションもこのちょっとマットになるエモダのファンデーションを使って、下地はちょっとマットに作ります。全体的にメイクの色をピンクと赤で揃えてるんですけど、チークはこんな感じの真っ赤なチークを使います。全部ピンクにしちゃうとガーリーすぎて、ちょっと気合い入れすぎてる感じのメイクになっちゃうので、チークは赤にしてちょっと大人っぽくします。ハイライト、いつも白いの使うんですけど、ハイライトにちょっとピンクが入ってるのを入れると顔が全体的に明るく女の子っぽくなるので、ハイライトはピンクを使います。アイシャドウは普段はちょっと薄めの茶色を使うんですけど、今日は全体的に甘めの色を使うので、シャドウはあえてこのすごく濃いブラウンを使います。焦げ茶みたいなのを上にも下にも入れて、ちょっと目元は引き締めます。それに合わせてアイラインも、これブラックでもなく茶色でもなく焦げ茶色のアイラインなんですけど、目元は焦げ茶で合わせてちょっとキリッとした印象にします。この涙袋のところとまぶたの上のあたりに最初にこのラメを入れておくと、焦げ茶にしてもちょっと優しいクリスマスっぽい感じになるので、このラメもポイントです。一番のポイントはこれ、ピンクのアイラインなんですけど、アイメイク全部終わった後にこのピンクのラインをこの黒目の下と目尻にちょっと入れると、これだけでかなり目元の印象が変わって特別感が出るので、このピンクで最後にポイントを入れます。リップはチークに合わせて赤で、あえて口紅はつけずにグロスだけにして、ちょっと透明感を出して、その方が男受けなので唇はちょっと抜け感を出して締めます。ヘアアレンジもちょっと気合を入れすぎると男の子がびっくりしちゃうので、カジュアルなヘアアレンジをします。毛先をちょっとだけ内側に巻いた状態で、ここをねじってピンで留めるだけ。両方留めちゃうとちょっと顔が出すぎちゃうので、あえて片方は下ろしたままこっちだけ耳にかけて、ここをねじって留めます。簡単にできるし、ちょっといつもと違う雰囲気になれるので、このピンでやるアレンジはおすすめです。以上、クリスマスデートメイクの紹介でした。皆さんもこのクリスマスデートメイクでデート楽しんできてくださいね。